おはようございます。お菓子教室ひすなずたの大下香織です。私はですね、お菓子教室の先生になりたい方や販売したい方にお菓子の制作や、集客のサポートもさせていただいております。おはようございます。今日はですね、目アイコンタクトを入れております。あ、おはようございます。エキシングさん、あ、カプリさんもおはようございます。今日はアイコンタクトを入れてみました。見てで、これはですね、またね、あれなんですよね、あれ、インスタのなんかそういうのをやるとですね、目の色が変わるっていうのがあったんでやってみたんですけど、あ、出ないな。こう、あ、あらららら、出ないですね。そう、今日はね、あ、元に戻りましたね。戻っちゃった。これ、あ、これは今度なんか雪降るみたいな。あ、すごいね。面白いですよね。はい。こんな感じのものをちょっと遊んでおります。ですね、この間ちょっとまあ雑談なんですけど、この間ね、生命保険会社が1年に1回のなんか説明をしますみたいなんで、大下さんお時間ありますかって言われて、で、なんかそういうのって断る人多分多いと思うんですけど、なんかよし聞いてあげようって、私結構聞いてあげるんですよね。で、来られた時にもうね、もう空気がこんなんで、で、ってなんか全体的にもうね、もう、ああ、この人ダメやなっていうちょっとこの人から何か商品を買おうかなって思うような、思えないようなね、はい、人でした。で、いろいろね、大下さんの、私の説明もほとんどしなかったんじゃないかな。保険のね、私、年金型重視で、あまり、医療保険はお金を払わない方なんですけど、で、娘さんたちのも組んできました。よかったら見てくださいって。よかったら見てくださいって、後で見る人いないですよね、そんなね。目の前で説明しないとね。で、あとは LINE に入って、日本生命、の LINE に入ってくれませんかっていうふうに、おっしゃってたんですけど、LINE できるだけ入りたくないんやけど、メリット何って言ったら、カップラーメンが当たるかもしれませんって言われて、そう、カップラーメンが当たるかもしれないは弱いですって言って、だから入りたくないですって言ったら、はい。って言って、なんか新人なんです。私3月から入ったんですっていう感じの、ちょっとね、なんかこう、なんやろ、オーラがね、多分もうすっごい大雨の中頑張って来てくれたから、ちょっとまあテンション下がっちゃってたのかな。なんかそういう感じで、やっぱりそのパーンと明るく言ってくれないと、買う商品も買いにくいなと思いました。はい、ちょっとそれでちょっと気がついたところなんですけど、今日はですね、よいしょ、今日はコンセプトの次はホームページ制作へ、2017年私の教室改革ということで、一応ね、コンセプトが、前の続きでだいたい決まったかなと。引き算レシピのお菓子教室で、あ、高里さん、その営業は、あ、営業はでもね、説明、生命会社の方が説明に来てくださるっていうことを理由に、もうちょっと医療保険パワーアップしませんかとか、娘さん入りませんかみたいな営業をかけたかったんだと思います。はい、あ、エキシングさん、コンタクト痛くないですかすいません、インスタの中サービスなので実は入れてないですね。はい、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。さて、そう、コンセプトですね。まあ、コンセプト喋ればいっぱい言うことあるんですけれども、でもコンセプトがない教室はですね、闇夜のカラスって言われてます。まあ、周りとは区別がつかない状態なので選ばれにくいですよね。で、コンセプト作りってすっごい難しいので、皆さん悩むところだと思うんですけれども、なんかね、1位になれる場所を探すっていう考え方をしていただいたらいいです。例えば一つは地域だったり、ね、この、まあ、全国になるとすっごいからね、ちっちゃい範囲だったらちっちゃい範囲とか、まあ、どこまでをなんか自分の焦点としようかなっていうのを考えていただくこととか、あとはね、それがなかったら、まあ、サービス
ですね。例えば私のサービス、何がまあ1位を狙ったかって引き算レシピっていうことですよね。本格フランス菓子を合理的で簡単に作るっていうサービスで1位を取ろうって考えました。で、最初は私は大阪で1位を取ろうと思ったので、そういうコンセプトにして、で、コンセプトがまあ決まりましたね。じゃあそれを告知するみんなに広げる場所がいります。で、広げる場所としてホームページが一つあるっていうことですね。で、私はもう昔からホームページが必要だってずっと思っていたので、ホームページが作りたくて、まあコンサルを受講させていただいたですね。そうね、まあこれが自分の目的だったんですけど、まず私のホームページ作った経緯よりも、なんかホームページの大事さとかをちょっとだけ話させていただくとですね、まあいいページを作ると、まあ Google が上位検索で上位に上げてくれるわけですね。で、まあ検索して見つけてもらえるっていう仕組みを作ることができます。なので、どっちかって言ったら、まあ楽、うまくいけば楽ちんに人を集客することができるんですよね。で、まあそこにはですね、SEO 対策って、サーチエンジンオプティマイゼーションっていう、どの言葉を埋め込むかとかね、そういう対策をしていかないといけないんですけど、まあ、それがきちんと検索キーワードを埋め込むことができたら、私の狙ってるキーワード大阪お菓子教室だったので、それで検索されたら1位に上がれば、まあ見てもらえますよね。で、見てもらって内容が良かったり、その人の求めてるものがバチッとちゃんと書いてたら申し込みが入ります。なので、私が寝てる間とか、まあ私早寝なので9時に寝て朝起きたら申し込みが入ってるみたいなことができます。そう、すごいいいですよね。なので、ホームページを作ると仕組みを作ることができるんですよね。で、あとはですね、めんどくさいかったのが、レッスンの募集要項ですね。募集の内容を、まあ、いちいち、じゃあ、何で見せんのと、いっぱいありますよね。その、お菓子を作る魅力とか、何がいいねん。値段、時間、なんか振り込みなのか、現金なのかとか、あと、キャンセルポリシーとか、いっぱい書くことあるので、それをじゃあどっかに書いておきたいわけですよ。で、来てくださる方に、見たい方に見ていただくっていう、ことができたらめちゃめちゃ便利です。だから、その場所が欲しいなっていうのは実は自分でありました。で、そうね、はい、そういう意味で私がですね、昔作ってた、もしかして皆さん見てくださってる方も多いかなと思うんですけど、はい、あ、これ停止しな、見にくいですか、逆に素敵ですかこれどうやって止めるのかな、えい、こうか、はい。で、これが私が、作っていたホームページじゃないな、エキサイトブログですね。違う、エキサイトブログはこっちです。第1回目初代の私のブログがこのエキサイトブログで作っていました。だからね、レッスンの案内を載せたかったわけですよ。で、最近全然書いてないと、こうやってすごい広告が入るんですよね。で、こんな感じでですね、よし、見るかな、リンゴのタルト予約受付中って、これちょっと昔の記事そのまま、あ、はい、載せてます。こんな感じで写真載したりね、いい内容を書いたりですね。で、まあ私もランチもつけてたので、この時まあ10時半から2時でレッスン費用5500円でやってましたね。これ美味しそうでしょ、このドーナツも2種類、リンゴのレーズンなんか煮たやつと、スフレチーズケーキと、で、ご飯も作って、みたいな感じでね。はい、これを載せてました。エキサイドブログ始めたのは、私が見てた、ホームページの人、いいなと思ってる、書いてる、
人がエキサイトブログやったので、あ、それでもう始めてみようっていう、もうね、勢いですね。で、次にもうちょっと整えたいと思って、やったのがこれですね。このうまいこと形ができないんですよね。で、これがまあ、2万円ぐらいお支払いしてデザイナーの方に FC2 ブログをそれっぽく作っていただきました。うん。で、すごいね、これも素敵に作っていただいたんですけど、やっぱり不自由感があるなと思ったので、ワードプレスっていうもので、その時ね、ワードプレスっていう言葉もあまり知らなかったんですけど、作りたいと思っていました。で、FC2 よりもエキサイトブログよりも、さらにまあアメブロよりもワードプレスで作る方がいいんです。その理由はちょっとさっき言ったように、SEO 対策ができるんですよね。SEO に強いんですよね。上位に上がりやすいということですね。で、今の私のホームページはこれですね。はい、なんか、おい、おい、よいしょ。はい。まあ、これがこういう感じのホームページが私のホームページ、今ね、パソコンから見ていただいてます。よいしょ。はい。でですね、よいしょ。じゃあ、私に戻してる方がいいのかな。こうして、こうして、こう。はい。はい。で、なんでワードプレスがいいのか、もうちょっと、お話しすると、なんか今日も全然喋りきれへん、もうね。これね、引き続きシリーズ化にしていきます。ワードプレスがいいのかっていうと、一つはですね、自分の自由にできるっていうことがあります。で、私がですね、FC2 だったかどこで書いてたかわからないんですけど、ブログでね、このアトリエでね、実は結婚式をやったことがあるんですね。で、その時に僕先生の話がすごい良かったので、動画に撮ってあげたんですけど、なんかね、その記事が丸ごとね、消えてたんですよ。なので、あーってすぐその経験が初めてだったので、多分宗教的な内容が NG だったのかなとか考えるんですけど、あ、これちょっと怖いなっていうのが一つありました。自分の書いた記事が、そこの企画で NG だったら、ごそっと落とされるって。まあ、いろんなことも聞きます。インスタもね、アカウントバンされるとかいろいろあるので、まあ、そこを無料で使わせていただいてるんだから、それはそれでもうしょうがないよねっていう話になるんですが、何年も培ってきたものが、その主催者の意思でバンって落とされてしまうのはちょっと悲しいっていうのは一つありました。その経験が一つあったのと、だからね、自分のページが欲しいって思ったんですよ。で、その時はね、SEO に強いっていうのは知りませんでした。後々ね、知ったんですけど、自分がまずはサーバーと契約します。ワードプレスを作ろうとするとね、例えばいっぱいサーバーがあるんですよ。 X サーバーとかロリポップ、これは分かりやすく言うと土地を買うみたいな感じなんですよね。インターネット上の土地をまず買って、次ね、ドメインっていうのも聞いたことあるんですけど、ドメインは住所です。なんか大阪市生野区辰巳東何々みたいなのが、私はひすなずた .com っていう住所を取ります。それもちょっとお金払って、ちゃんと他にはないかっていうのを調べてもらって、OK が出たらその住所取って、で、ワードプレスっていうものを作って家を建てるっていう感じですね。そう。で、なのでそういう手順でまずは進んでいきます。で、まあ、契約とかは、まあ、ちゃんとゆっくりやっていけばきっと皆さんできると思います。で、中身のね、ワードプレスを作るっていうのがちょっと大変になってきますね。よいしょ。で、作るとなったら、私はね、よいしょ、ひっくり返して、このページ皆さんきっとご存知ね、さっき見せましたけども、まず何を決めていくかというと、この上のホーム、教室案内、レッスンの案内、生徒様の声、ブログ、アクセスコンタクト、SNS って、私はこんだけの2、4、6、8項目
を作ってるんですけど、まあ、ここがグローバルメニューっていうところですが、これをねまず決めていきます。そう、こういうのを決めていくっていうことをまずしていきます。だからその前提にはもちろん、コンセプトがないとこれ書けませんよね。コンセプトを書いて、次ホームページっていう順番になるので、書くことないのにホームページだけ作ってもあまり意味がない。なので、まずコンセプトを作って、次はこちらの項目を考えて書いていきます。はい、ということでですね、今日はちょっとこの辺にしようかなと思っています。はい、ホームページぜひね作っていただくとですね、自分のまあ分身というか営業マンができるので、まあ、寝てる間にも制約されるし、すごいね便利ないいものだと思います。ただ作るのにはさっき見ていただいたように結構根気がいります。時間もかかるし、なので私はですね、ブログとかにも LINE とかにも書いたんですけども、公開ってボタンをピッと押したらもう熱が出ましたあんまり風邪ひかないタイプだと思ってたんですけど、それを押してって倒れて、久しぶりに多分ねインフルエンザにかかってたんですよね。はい、でもまあでもそれだけ作るだけの価値はありますね。あのホームページがあるから私は皆さんに来ていただいてると思っているので、まあ多分どっかで力グッと入れていいのを作ったらいいと思います。あ、ターミーさんおはようございます。コウさんもおはようございます。ピンクティーさんもおはようございます。だんだん読めるようになりますね。ラムーさんもありがとうございます。エトールサロンさんですね。はい、素敵なフレンチ作る方です。タモリラさんもおはようございます。あ、高里さん、朝は何時に起きられるんですかということですけど、朝4時半に起きております。はい、4時半は今は薄ぐらいかなって感じですね。はい、まちこさんもおはようございます。リングムカシさんおはようございます。また読まれトモロールさんもおはようございます。ゆめかさんもおはようございます。あ、リッツベイビーさんもおはようございます。あ、奥山さんおはようございます。ルパンさん、マキコさん、あ、太陽さんありがとうございます。あ、ミューさんも、あ、ナオヨちゃんもありがとうございます。皆さん、朝早くからありがとうございます。また明日もこの続きをお話しできたらなと思っています。で、今ね、あの LINE の方の登録を誘導させていただいてたんですけど、 LINE がねこの6月からすごい料金体系制度が変わりましたよね。で、無料プランが200通までになりました。で、有料プランが5000円払ったら5000通やったかな。で、私このウェブ集客ラインみたいなのが53人いてるので、月に3回しか送れなくなったんですよ。なので、この案内がですね、毎回送れなくなったので、もしよかったらメルマガの方を登録していただくと、メルマガはね、結構今のところ無制限で送ることができますので、よかったら登録してください。メルマガの登録はですね、携帯の、アドレスはダメなんですよ。Gmail とか Yahoo とか、まあ、そっちのパソコンで使えるメールで登録していただけるといいと思います。はい、今日は私はね名古屋に行ってきます。カメラのね、レッスンを通うことにしたので名古屋に行ってまいります。じゃあ皆さん、今日も元気に行ってみよう。